はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は凌介さんを使っていこうということで、前回の聖堂復刻ガチャですね、まあ運よく凌介さん当たりましたので、こちらを使っていきたいと思います。で、凌介さんなんですけれども、テーブルの方がやる気効果アップテーブルになってまして、やる気効果アップ 100% に、技術ボーナス4で、タッグが 80% というようなところなので、まあこのテーブルについてはちょっと初期評価が低いので意識して評価上げをして早めにタッグを組める状態に、まあ、持ってきましょうというところですね。で、コツの方が盗塁、送球、アベレージヒッター、粘り打ち、バント、守備職人と、まあ、ちょっと数は多いんですけれども、まあ、中身は、かなりいいですね。特に守備型の選手を作るときに送球と守備職人が、取れるのと、金徳に関しては守備職人の上位魔術師になります。で、まあ、一応確定は確定なんですけれども、ちょっと途中の、ね、選択肢で欲張ろうとすると失敗成功の判定を食らうことはあるんですけれども、まあ、確実に手に入れたいときは、まあ、選択肢を、まあ、確定ルートでやっていけば魔術師は、確定で取れますと。で、一応ちょっと欲張ろうとすると2回目の選択肢かなで、成功すれば、守備職人の、ね、コツが手に入るの で魔術師も、それで経験点を軽減できるというようなところはあるんですけれども、まあ守備職人多分大丈夫でしょうというところで、今回は普通に確定の選択肢を選んでいきたいと思います。一応、今回のデッキのポイントとしては、サンバ新島ちゃんですね、サンバ新島ちゃんもちょっと初めて、使うんですけれども、金徳がエースキラーになってます。で、エースキラーの骸骨である、対エース丸をライチが持っているので、一応ちょっと今回サンバ新島ちゃんを使ってみようかなと。で、あとはライチに関しては、まあ、初級骨を持っているのと、イサシキも連れてきてます。で、イサシキ先輩も初級丸を持っているので、サイガを連れてきてます。で、サイガに関してはパワーヒット降格が結構安定して、手に入るので、やっぱりこの2つは欲しいかなと。で、ライチがね、アーティストで、ライチもちょっとコツは多い方なので、まあ、パワーヒッターが安定しない可能性があるので、まあ、サイガを連れてきてますと。で、ホムラちゃんに関しては一応経験点の底上げと、敏捷をちょっと穴埋めしていただくような感じに、なりますかね、というようなところで、やっていきましょう。コツ、メンタル、サイガ、まあ、そうするとここでコツ、うん、固め打ち、まあ、固め打ちはね、もう取っちゃえばあとはもうパワーヒット降格だけになるんで、まあ、今回はだからある程度やっぱり打撃もできて守備もできて、まあ、そういう外野手を、作っていこうかなと思います。あとは練習で凌介さんとかの評価を上げたいんですけれども、新島ちゃんもやっぱり上げていかないといけないんで、これなかなか大変だな。ブラッドタックができる、ブラッドタックができるのはやっぱり美味しいんで、ここはちょっとブラッドタックをやるか。まあ、メンタルとかのね、ブラッドタックだったらスルーしたんだけど、ここで体力が下がって、体力が上がってっていう形になるんで、なので、まあ、まずはやっぱり新島ちゃんの評価上げが最優先になりますかね。新島ちゃんについてはまあわりかし大変なんで、告白まで持っていくのが、ただね、コツが来てる、コツが来てるときはさすがにコツでしょうっていう。最悪新島ちゃん魅了するか、バンプのね最初で魅了がハマってくれるとすげえいいんだけど。あ、そうそうそう、なので今回は純粋なね、あの彼女キャラっていうのは連れてきてません。エピローグ経験点は新島ちゃんと、ホムラちゃんで稼いでもらうっていう形になります。お、結構コツは来てるね。あー、いいねいいね、新島ちゃん。最初の方はね、だから魅了っていうのも全然いいと思います。前半で魅了はね使えるんですけども、後半になってくるとね、もう使い道がなくなるんで、ここはちょっと精神練習をしましょう。まあ、2人くらいいるときは精神練習は全然ありだと思うんで。まだ自己紹介か。
一応強化ができるけど、もう一回練習もできるんだよね。どうすっかな、ニーチパンちゃんとイサシキがいるところにしようかな。それかホムラちゃんかハイズカか、矢部くんもいたね。肩、まあ、100くらいは入るか。あーでもこっちの方が入るか、わりかし平均的に入るね。50-50、まあ、47と。これもできるときに取っておくか、取っておこう。で次は練習ができるはず。どこがいいかな、どこがいいかな。新島ちゃんがいない、新島ちゃんがいないとなれば、まあ2人の強化を上げていくか。魅了か、もう魅了になった瞬間魅了しちゃってもいいかな。まあ究極吸血だっけ、なんだっけ、極限吸血わかんないけど、それはねもう余裕はあるんで、1、2回だったら。あ、刺激になっちゃったよそうだそうだ、ここら辺もちゃんと調べていかないといけなかったんだ。あ、どうしようかな、これ体力回復させるのもありだけど、体力を回復させると新島ちゃんのね評価が上がんないんだよね。どうしようかな、まあ、打撃練習でいくか普通に。失敗しよった。メンタルには誰もいないからここは寝ておきましょう。あ、スペシャル内緒、そりゃこんなのもあったね全然わかんないんだけど、これって上がるのかな評価。体力下がるんか。まあ、経験点は悪くない、いぶし銀も悪くない、まあ、評価も上がると。で、やっぱりコツは欲しい、コツは欲しいんで固め打ちは取っておきましょう。いぶし銀はね1で取ろうとすると多分ちょっと重いと思うんで、まあ、ホムラちゃんのいぶし銀を待つのもありですね。よし、守備職人掴みましたね。 OK。フェイス、こっちの方が、金時になります。で、メンタル、微妙だから寝よう。さてさてさて、そろそろ11月に突入しちゃうから、新島ちゃんの評価、新島ちゃんの評価上げてこう上げてこう。いいね、強化のまんまだよ。意外性、まあ、今回はね別にそのインコースにはこだわらなくていいんで。ここで体力を削ってくるか。あ、そうかそうか、ハロウィンね、ハロウィンいつも忘れるんだよな。まあちょうど良さそうではあるかな。凌介さんがいるけど、あーなんかな、結構微妙だな、ばらけとるね。吸血の数値を見つつ、あーでもここでもいいか。100は欲しいよね。あ、ここすごいね、人がいっぱいいるとやっぱり違うんだ。まあライチもいるし、これはここにしとこう。あとはやっぱり新島ちゃんの評価だよ、上げておかないと告白イベントが起きないからね。タックが組める、サイガ、ちょっと待ってね、やっぱりでもこれは新島ちゃんなんだよな。で、ホムラちゃんは体当たりを潰しておきたいんだけど、体当たりを潰しておきたいんだけど、ちょっとこれはかけよう、イベントが来ることにかけよう。ヘスラとムード丸、ムード丸はね結局ライチも潰さないといけないんで、これで体当たりが来なければ勝ち。あ、意外性があったな、そういえば意外性潰してなかったね。練習、まあいいか、全然 OK だな。
新島ちゃんがどうなってる、本当にまだか。1ヶ月くらいで告白してもらわないといけないのか。もしこれで乗ってなかったら最悪魅了しますか、もう新島ちゃんを。まこれも無難な方でいきましょう。助けを呼ぶ、いいやつ、よしよしよし、いいやつになったぞ。新島ちゃん乗ってないな。うわ、サイガのコツも来てるね。どうする、何ターン魅了、5ターンあるよね。もうこれ行こう。これで一応もう新島ちゃんは気にしなくていいわ。あとは告白イベントを祈るのみと。凌介さん、コツ、新島ちゃんでもこれコツをもらって評価が乗りそうだな。インコース、ライチ、これは金徳ですね。ほい、新島ちゃん、よし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 、オッケーオッケー。あ、そうかそうかそうか、ここで一応初級骨も手に入るんだよね。でもまあこれは1なんで一応置いておきますか。あとはちょっとコツを見て、7% か。まあ一桁台だったらね、やっちゃってもいいような気もするんだけど、チャンスメーカーも取っておくか。で守備職人も取っておこう。イブシキンはやっぱりね60使うんで精神を、それはちょっときついな。うん、どうするか、どうするか。1回デートをして3週に練習して、でクリスマスを迎えるか。もうそれにしよう。いや待って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 、ここでコツを取ってでデートをして練習すればいいのか。体力回復しての、あこれ一応ね気をつけろよってやると、成功失敗になって、成功すると守備職人手に入りますと。ただもう守備職人は抑えたんでやめとこう。これで一応進むんですよ。で体力も回復してデートする必要がなくなったと。イサシキとか全然上がってねえな。でもやる気効果が乗ってるんで、経験点はめちゃくちゃ手に入ったな。で12月の3週も練習ができると。特に何もないけどね。で次は魅了じゃなくてあれをやんないといけないんで、ここだな、刺激にしとこう。頼むぞー。これは手本を見せてあげましょう。でクリスマスって本当だ、この部屋暗いよな。何も思わないのかねこいつら、この部屋に来てなんでこんな暗いんだみたいな。何にもない、何にもないけど吸血するしかないから、総類のところに3人もいるわ。これはどうすっかね、ホムラちゃんでも止めとくか。刺激はね本当ここがうまくはまってくれないと、むしろマイナスに働くんで。大吉大吉お願いします。中吉、コツ、あブラッドタック、ここか、ここはいいわ。伊佐敷淳さんか、凌介さん、
早急が欲しいけどレーザービームも欲しいんだよね。これはちょっとレーザービーム狙いでいくか。悪気打ちを潰すの忘れた、久々すぎて。初級 OK、 初級はもう潰しとこう。お、ここでチームメイト評価が上がったのもでかいな。まあ、定期イベントではあるんだけど、初級はもう4なんで潰すでしょ。あとは、あとは特にって感じか。じゃあコツかタックか、コツかタックかと言われたら、これは悩むね。ホムラちゃんがまだ評価上がってないからね、まあ、ホムラちゃんの評価を上げつつっていうのもありだと思うけど、まあ、こっちにしとこう。いやでも10ずつ上がるとだいぶ楽だな。で、りょうすけさんの通常イベント、これは2回目で終わりですね。一応成功失敗があるのかな。で、なんか粘り打ちが、そうそうそう、手に入って、で粘り打ちは、ライチとかね、他の人もコツを持ってるんで1で潰しちゃっていいかな。35、35、17だったら、まあ、全然いいでしょう。よし、 OK。 一応練習を見て、にじまちゃん、ミサシキ、やる気効果アップってやっぱすごいね。まあ、練習はさすがにできないんで、デートしとこう。主人公はまだあんまり吸血鬼になってないから、普通に昼間に出歩いても大丈夫なのかな。部屋は真っ暗だけどね。で、バレンタインも近いので一応そこも見据えて練習をしていきましょう。で、これはなんだっけ、まあ、これは分かったよでいいかな。魅了になるけど結局練習するんで変わるでしょう。下にするとね、ちょっと体力をね奪われちゃうんで、ここで涼介さんがいる。で、刺激になって、もう一回練習かな。バントコツ。うお、喧嘩が始まった。これは青い人たちじゃないね。あ、もうあれか。ここででも来てないのは痛いな。デートだったら大丈夫かな。マックスまで回復しないからね。これはちょっとデートにかけよう。バレンタインとちょっとかぶっちゃうけど、次の刺激にかけましょう。お化け屋敷ね。お化け屋敷もね、俺は別にそんな得意じゃないからな。ホラーゲームとかねやるのはやるんだけど、ほんと怖いからね、やるまでの出だしにすげえ つまずくんすよね。まあちょっと回復量がもったいないけど、これはしょうがない。あとは虫歯にならないこと。こいつ確か虫歯にしてくるよね。よしよし、 OK。 何にもないか、何にもないか。どうする、小村ちゃんを止めとくか。そうだな、ホムラちゃんを止めとくか。バナナでチャージ、もう体力満タンなんだけどな。で、3回目、これで金徳は終了ですね。一応魔術師はね、1か2で3がないんですけど、まあ、魔術師は別にそんなに重くないんで3じゃなくても大丈夫だとは思います。ちょっと見てみますか。まあ65なんでね、1でも特に3にこだわる必要はないかなと。え、ライチライチ評価が、2月の3週に来てまだか。
で、コツ、小村ちゃん、体当たりか、体当たりか、どうする。いやちょっとこれはでも小村ちゃんのイベントが来てないね。体当たり以外来たー、体当たりまあそんなもんだなそしてここで来るのか、一周遅いよ君。これ体当たり5になるか。そうするとまあ筋力もね、貴重といえば貴重だからね体当たり5だな。体当たりって5になるとどれくらいになるの。10と2とか安すぎだろ。コツかライチか涼介さん、やっぱりこの経験点はすごいな。でもちょっと筋力も欲しいんだよな。どうするかな、これは。ちょっと筋力でいこう今回は。小村ちゃんのねコツでもよかったっちゃよかったんですけど、若干筋力が今のところ不足してる感じがあるんで。小村ちゃん2週間くらいしかバイトしてなくねこいつもうたまったのか。めちゃくちゃ頑張ったな。1日何時間働いたんだろう。10時間くらい働いたのかなどうしようかな。お出かけでデートして1回練習できるかな。吸収になってるからね今。これってちなみに今吸収しようとするとさ、いくつ ?131 っていうのがあるな。これもやっちゃっていいかな。やっちゃおう。ただこれ以上は多分もう余計なことはできないと思うんだよね。特にって感じだな。スカウトさん評価を上げるか。練習試合っていつだったっけ。監督評価が若干だけ足りてないんだよな。あ、もう試合か。代打だねこれは。まあでもここで打っておけば監督評価は乗るんで大丈夫でしょう。少し能力を見ていくか。ミートは D にして、パワーがねやっぱり低いんで、とりあえず E に乗っけて走力も上げて、肩もやっぱり上げたいでしょ。守備力とか16だったんだ。あーやばい、精神が全然足りないわ。わりかし精神に人が集まってたら精神練習をしていかなきゃいけないかな。そうすると多くか。なるべくなストレート狙っていきたいよな。よし、これはいった?いったね。もう一回回ってきたか。変わってる伊藤さん、超熱そうなんだけど本当大丈夫かあれ。対象だね。なんとか勝てたぞって、別になんとか勝ったわけじゃないでしょ。これは回復したいな。塩焼きを食べよう。特にタッグはないか。どうする。タッグがないと本当練習が微妙だよな。練習レベルね基本1だからね、それがちょっとな、バンプはきついんだよな。筋力、スカウトさんの評価上げとくか。ちょっとでも筋力ポイントも稼いでおきましょう。サイガ刺激か。
で、最後これあれか、1回目か。まあ別に通常イベントだからいいんだけど、肩いさし先輩まあ実際に先輩じゃないんだけどさ、同学年だからねこの人たちは。で、うわ続くね。うわ、やる気がめちゃくちゃ下がった、やる気がめちゃくちゃ下がったけど魅了か。もうこれはちょっとメンタルやって大丈夫かな。メンタルやろう。すっげえ手に入んないけど経験点でも吸収か。まあ吸収じゃないかもしんないからね。ちょっとメンタルやろう。これは吸収だねまあいっか、2行よりは吸収の方がいいのかな。でもデートも進んでないからな、そんなに。ビフテキ、よしビフテキ、ビフテキやる気上がんないんだもうこれはちょっと吸血しとかないとまずいんで、99178178だな。やる気も上がってほしいね。まあここでやる気上がったけどさ、あとはちょいちょい見つつデートを進めていく感じかな。本当にタックもコツもなければ体力が満タンでもデートしていきましょう。レーザービームが欲しい。レーザービームがそうすると思う。高速レーザーは掴んだけどレーザービームがないんだよね。で文化祭か。これは何がいいんだ。もうバンプはねこれが変わるからね、一個一個ちょっと調べていかないとわからないっていう。あれどこだ、お化け屋敷フォロー。あ、これだな。精神が欲しいね。精神が、ま、今のところは強奪になっても特にいっぱいあるんで、でコツがあるときは、まあ、普通に練習をしていきましょう。そうか、強奪でうまくいけばレーザービームが取れるかもしれないね。ライチ2回目、よし、やる気上がってくんないかな。上がんないか。あれってかさ、パワーヒッターと広角打法って今どうなってるどうにもなってないよね。才がマジか。ちなみにこれでさ吸血しようとするとどうなの。弱い、いさしき、悪球打ちを潰してないな。いさしき、いさしき、あと流し打ちもあるのか、送球もあるのか。ちょっと欲しいコツが今のところ若干少ないかな。来てるのが魔術師はもう取っちゃっていいか。そうするとここはデートだな。やる気が上がってほしい。とりあえずにじまちゃんはね3回目から結構デートの内容が良くなってくるからね。初回はちょっと体力くらいしか回復しないんだけど、よし、やる気上がってポイントももらえると。さてコツ、サイガここもいいね人がいっぱいいるからやっぱ経験点はねもらえるんだよね。でもやっぱりちょっとサイガのコツをもらっておきたい。広角打法か。できればパワーヒッターが欲しかったけどな。もうこれはちょっと広角打法は掴んでおこう。でまたコツが来てるね。筋力、ライチ、ムードは取った。
パワーヒッター遅れ。刺激になったってことは釘付けしたいな。よし、パワーヒッターありがとう。一応来てるね。どこだ、おホームか。ここ超人は超いっぱいいるな。涼介さんもいるのか。涼介さん釘付けにしとく。てかさ、これみんな釘付けになるの。全員釘付けになったな。まあいいや、経験点的には悪くないからね。でそうすると2回は練習したいよね。でもこれ無理だから、刺激4、あ4か。デートってどれくらい回復するんだっけな。30以上は回復するはず。できればマックスまで回復してほしい。どうだどうだ、やる気も上がってほしい。しかもおお54回復か。いいねいいねいいね。でこれはなるべく体力を減らしたくない、体力を減らしたくないから、これでいいか。みそちゃんの評価は下がるけど特に関係ないからね。で技術と精神、意外性ももらえましたと。でここはすっげえな、やっぱり人が集まってるからすごいわ。あと3回練習してえな、これ1人じゃないわ、体力減らないはずなんで。いいでしょ、まあアチスト少しか。でもう1回練習して、いけるか、これはいけるね。あれ試合になっちゃった。そうだそうだそうだ、もう7月1週か。そりゃ9番バッターだよ、こんな能力だったら。まあサクッといきましょう。筋力が足りないね。 C にはしておきたいけどどうだ。いやー C にするとちょっとあれだな。で一応 D に揃えるか。そうすると、いや補給がちょっと厳しい。だね。パワーヒッターは取っておくか。もう3でつかんどこう。技術がだいぶ余ってんのか。1級入魂ももう取っておくか。レーザービームだね、レーザービーム欲しいね。そうか、この編成はレーザービームが若干安定しないのか。まあそれはしょうがないとして。うわーちょっとずれたか。少しでもちょっと経験値を取らないといけないんで。点を取られてるな。いいね1級入魂。結構ミートカーソルでかくなるね。ちゃんもう毎回毎回かわいそうだけどしょうがないよね。っていうか青いやつに変わってたし、ピッチャーが。そういや俺さ、アイテム何持ってきたっけ。バンプだとさ、なんか大体回復するやつ持ってきてるんだよね。そうだよね、そうだよそうだよ。刺激1か。これこのままさ吸血するとどうなんだろう。2ターン継続か。2ターン継続で2回練習できるってことか。ただその代わり金徳は諦めなきゃいけない感じになるかな。どうする。いや悩むわ。デートもしないといけないからな。しょうがないな。とりあえずこれは練習して刺激になって、で次はデートしよう。
これデート大丈夫だよねっていうか、刺激で止めとき、止めときてー、これ何ターン刺激、4ターンとかだったら、3ターンか、これは。ここになー、メンタルもなー。ちょっと待って、これはめちゃ悩むぞ。メンタルは大丈夫、メンタルは大丈夫だけど、せっかくの刺激だからなー。いや待って待って待って、これメンタルやると次吸血しないといけないからデートが完走しないわ。あーダメだ、これデートしとこう。ちょっと待ってちょっと待って待って、どれがいいんだ。刺激で止める、で次デートする、刺激で止める、デートする、2回 ?3 ターンでしょ。刺激で止める、デートする、2回できるのか。やっぱ吸血しよう、もうわけわからん。で一応これで金徳ももらえるんで、アンダー接続とか、あぶねえ、アーチストとかいつも忘れるんだよね。絶対筋力ポイントあってた、取ってたわ。まあ、そのためにはまずアビリティヒッター持ってないから。でも技術は結構余ってるけど、精神がすんげえ使うのか、無理だな。能力的にはどうしようかな、ちょっと伸びが悪いな。まあここから挽回していけばいいのか。共に0対0で迎える2回です。ノーアウトランナー、打ったこれは強烈、やっぱりバンプはアヘでやった方がいいのかね。アヘだとかアヘ方とかね、やったことないんだけどね。今日2打点を挙げています。今週は早い、第3球を投げました、打ちました、これはいい当たり。まあ、次何が来るかだよね。ダンジョン高校が来るのか、ブレインマッスルがいつ来るのかっていうのもねあるからね。基本的には俺どっちかって言ったらね、ダンジョンの方がね来てほしいんですよね。ダンジョンは末永くやっていくんで、ダンジョンをやってる間にまあブレインマッスルが来てくれれば結構楽しみ方としては長くやっていけるかなっていう感じがするからね。さてさてさて、もうこれはデートするしかないんで、このね最後にデートを残しておくっていうのもねすんげえ危険なんだよね。対エースが取れてない。寒いって言ってもさ、もう7月4週でしょ。あんな格好してても別に寒くないと思うんだけどね。コツが来てる。ライチ、ライチ、あと何、対エースだけ。初級取った、粘り取った、広角打法取った、アーチスト取った、ってことは対エースだけだよね。頼む、コツをくれ。てかめっちゃ経験点もらえるな。強奪か、強奪しようかな。一緒に練習か。レーザービームを取りに行くか、タイエースを取りに行くか、それともまた一回練習するか。じゃあちょっとミートを上げていこう。パワーも C にしていこう。走力も上げよう。で、肩は上げられないから守備を上げていこう。今、D にしとくか、補給は。精神がなくなったな。精神不足か。2回の裏、バンプ攻撃に入ります。この回のトップバッターは中野、打った、これはいい当たりだ、センター前ヒット、もうちょい曲がったかっていうか、おお満塁だ、バンプ逆転のチャンスです。ツーアウト満塁ゲーム、どうよ満塁ホームラン、点の取り合いだな。バンプ攻撃に入ります。この回の先頭バッターは中野、今日あっといった、
さあ、ダメ押しのチャンスを迎えました。あれ、豊川とかやつ。強いランナー一塁三塁という場面で、軽い球だし。今日5打点を挙げています。きたいった、はい、うわ、10対7とか。もうほんとこれ自分で点を取らないとダメだよね。何点取った俺、8打点か。でまたここでね、ダブルタックがねできるんだよね。でもこれ確実に魅了になるよね。女性キャラは魅了になるのか。ライチがいるね。どうしよう、これちょっと吸血で普通でしょ。取ってこう、もうここはコツを取る。対エース、コツ OK、 盗塁はいらん、早急いいね。本当はレーザービームが欲しかったけど、高速レーザーはちょっと取れないかな。100100100だったよね確か。エースキラーは取れるね。高速レーザー100100100だもんな、まあ、精神を使わないっていうのはいいけど、ちょっと厳しいよな。アーチストもな、100だしな。アンダ製造機は無理だな、精神が足りない。精神不足になるか。お待たせしました。さあ、ランナーとランナーなしという場面で北斗打った、これは強烈、宇宙間一投、入った、入った。バンプ、この回は2番からの好打順、先頭バッター。さあ、どんどん打っていこう。投げました、これは無理。第2球、1球入魂、いいね。バンプリードで迎える4回です。ツーアウトランナーなしという場面で南雲、今日2打点を挙げています。なかなか際どいところを投げてくる。これは外角高め、際どい球、ボールだね。これは外れます。カウント1ボール1ストライク、投げました、これはちょっと無理。バッター追い込まれました。第4球を投げた、無理、うわー落とされたか、フォークで。ちょっと怖いな、やっぱり怖いな。今日2本の点を取られるよね。あー、しまった。芯で捉えた、ファルボール。投げた、打った、ライトへのフライだ。スキルはやはり捉えるのがなかなか難しいな。少しでもポイントを稼がなきゃいけないけど。さてさてさて、最後はどうなる。精神ポイント10稼げた。ライチ、サイガ、イサシキ、どうする、またまたさ、これさ、コツパクる、コツパクリする。早急仮に取りました、ちょっとまだ取らないけど、早急を取りました。でそうするとあと何が残ってる。イサシキはわりかし多いからな。悪球か、あー流し打ちか。流し打ちは基本的にでも技術でいいはずだからな。まず送球取ります、精神使わない。流し打ち取ります、精神使うけどもうしょうがない、技術を使うんで。そこで悪球打ち取ります。あれ、悪球打ちって取ったっけ。もしじゃ取れない、あ取れる取れる取れる。悪球打ち取ります、これで一応レーザービームが来るんだよね。であとは最後の試合で経験点を取って、エピローグで経験点を取ってなんとかしよう。よし、これでいこう。吸血、弱い。いくつ取れるの、1とかかな。あれでも1人だとめちゃくちゃ掴んだよ。どういうこと。まあいいわ、でどうなったんだ結局。高速レーザー62、62、62までか、結構減ったな。40、40、40減ったのか、それ結構でかいよね。要は経験点が120減ったってことだから。お待たせ
全国の頂点を決める。まあ、かなり効率は良かったんじゃないか。あとはアーサーを打ち崩さないといけないんだよな。アーサーもなちょっと嫌なんだよな。まあ、ランスよりは全然いいんだけど。これは誰か取りました。ボールは中継。うわ、3点取られた。バンク追う展開で迎える3回です。バッター南雲、第1打席はライトフライに倒れています。投げた、決まった。うわ、これを打てなかったか。第3球を投げた、打った、強い。マジか。一伸び足りなかったね。悪くないとは思ったんだけどな。展開で迎える5回です。ツーアウトランナーなしという場面で初球から打った。ちょっとだけ左上だったか。これはもうランスに変わるかな。まだ投げてるっていうか、そうか。バッター南雲、こちら負けてるからね。3打数1安打。第2球投げました。このストレート、すげえ狙いどころだったのに無理。打ちました。危ねえ危ねえ。第4球を投げました。ちょっと待ってよ。第5球投げました。打ちました。あっと引っ掛けた。投げました。おい、結局フォアボールかよ。最後が微妙だったな。45か。スカウト評価どうなってんのこれ。問題ないね。で、新島ちゃんは経験点いくつくれるんだっけ。54で、おホムも54くらいくれるはず。うん、そうだね。で、まあ気迫ヘッドを取らないといけないけど、気迫ヘッドはね全然安いんで、5500か。まあやっぱりバンプは普通にやろうとすると経験点的にはこんなもんだよね。アーチスト気迫ヘッドとりあえず取ろう。で、高速レーザーもまあやっぱ取ろう。肩 D しかねえけどさ。不思議。これは筋力足んなかったか。肩上げときたい。68だから足んねえわ。足んない足んない。半田製造機でも取っとく。あとはチャンス。あ、チャンス取ると盗塁が取れないのか。まあ、チャンスだな。内野安打。うん、あと取れるのはないか。じゃあポイントを使っていきますか。まあ、勝ったこれでいいか。どうなの。まあでも S3 か。金徳がね、まあ多いっちゃ多いからね。というような感じで、まあ凌介さん自体はねやっぱり全然優秀なんで、かなりいいですね。あとはバンプは普通にやろうとするとやっぱなかなか難しいかな。同じ練習で固めて、まあ、アヘだとかアヘ編とかでやった方が経験点は多分伸びますね。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。